おはようございます。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。1月31日月曜日の全国のお天気をお伝えします。冬型の気圧配置が続き、日本海側で雪や雨が降りやすくなります。北日本の日本海側では積雪の急増や沿岸部は吹雪による視界不良に注意が必要です。北陸から山陰にかけては雷あられ突風を伴って強まる恐れがあります。また太平洋側の方にも雪雲が流れ込むことがあり、北日本の太平洋側やまた近畿の中部、瀬戸内エリアでもにわか雨、にわか雪の可能性があります。また静岡県や山梨県、神奈川県の西部でもにわか雨、にわか雪にご注意ください。各地あまり気温が上がらず、冷たい風も吹いて体感的には寒くなります。特に北海道で気温が上がりにくく、朝冷え込みが厳しくなっています。万全の防寒でお過ごしください。お天気アプリウェザーニュースでは最新の気象情報を確認することができます。ぜひご活用ください。